たくさんの人が守ってきたこの世界、苦しみも悲しみも全て受け流して、今の私たちのために、忘れてはいけない、忘れてはいけない、当たり前じゃない、守っていかなきゃ、でもどうするの、どうすれば守れるの、あなたの微笑み、ちょっとした優しさ、あなたがあなた自身を大切にすること、それはすらが平和への道、優しさも温もりも全て放棄。